IBF 世界ライトフライ級挑戦者決定戦12回戦0同級8位矢吹正道11回2分35秒 TKO、同級7位ロナルド・チャコン黒丸、2023年1月28日名古屋国際会議場、全 WBC 世界ライトフライ級王者で IBF 同級8位の矢吹が同7位チャコンを11回 TKO で仕留め、世界王座帰り咲きへ前進した。ほっとしている。 途中で両手を痛めて判定かなと思ったけど、チャンスでまとめられてよかった、中盤に左手の小指と人差し指付近、10回に打ち下ろしの右を放った際に剣を痛めたというが、骨は折れていないと思う。7、8回に計3度ダウンを奪い、最後はストップ勝ち。これで IBF2 位にランクされ、同1位は近々行われる別の挑戦者決定戦で決まる見通し。 半年待つか、一年待つかと腰を据えて備える方針だ。